こんばんは、有原美幸です。今日はエアマックスと原宿カルチャーについての特集ということで、アトモスさんにお呼ばれしたわけなんですけれども、中に入ってみたいと思います。行ってみましょう。悩みますね。全部可愛いけど、これも可愛いんだよな。いらっしゃいませ。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。ようこそワンダーランドへ。ようこそスニーカーオブザワンダーランド。今日ご案内します。よろしくお願いします。はい、ガイドのマージーです。よろしくお願いします。有原美幸と申します。キュンです。鼻水出ちゃった。パンチがすごすぎて、なんか。キュンの意味はちょっとラブとリスペクトとテンっていう。もう結構入ってますね。3つ入ってます。すごい感謝とラブとリスペクト。キュンで。ミューキッチは、はい、いつ普段どんな靴履くんですか？クラシカルな感じの任してください。革靴とか、はいはいはい、でスニーカーを持ってたとしても、このエアマックスみたいに高さの高いものにまだ挑戦したことがなくて、はい、マージーさん的に私にお勧めするとしたらいっぱいありますけど、どれが似合うと思いますか？はい、私にもう直感でいいですか？10秒以内に決めます。今インスパイアグググッと引き寄せて怖いんですけど、どれが来るんだろう。どれかな。ドルルルこちらです。意外に意外に、このファッションにトータルでこうフュージョンできるグリーン。グリーン、はい、髪の毛と髪の毛と同じ色でね、こことここで。そうなんですよ、馴染めるようにグリーンにしてるんで、地球に馴染めちゃできるということでこれめっちゃ似合うと思う。これ私似合いそうですよね。似合いそう。どうですか、決断できましたか？めっちゃ私はもう結構最初から決まっちゃった。あらららら、こちらです。あらららら、あらららららキュンです。全然キュンです。ミキちゃんが選んでいただいたのはこちら、ナイキインディストラクトでした。はい、それでは原宿になんとアトモス期間限定ショップができたみたいなんで、はい、そっちに行っちゃいまわりずいということで、行きましょう。行ってみましょう。レッツゴー。着きましたけど、着きました。ここは何なんですか？何なんですか？ここはですね、全然ちょっと情報がないんですけど、なんか靴とかね、うん、服とかありますね。服とかね、ありますね。ようこそいらっしゃいませということで、こちらの店の方ですか？あ、そうです。あ、私があのこの店の変なおじさん。変なおじさんです。そんな感じでしたもんね、今ね。ごめんなさい。そうです。アトモス PR の GK と申します。GK さん、はい。ここはですね、はい、エアマックスのコンビニというような形で、コンビニ、はい、それをコンセプトにしたアトモスマートという期間限定の、はい、ポップアップショップということで、今回こちらにお呼びさせていただいております。はい、この僕も含めた3名だけじゃなくて、はい、もう1組、もう1組ですね。まさか、マージさんだ。もしかしたらお知り合いなのかもしれない。はい、あの元中の元中のどなたですか？どこ中っていうところからですね。はい、お呼びしたともいいですかね。もちろん、はい、はい、ブルールームのお二人です。ブルーとルームちゃん、あ、やっぱりご存知。ああ、知ってますか？はい、すごい、ご存知のブルールームです。お見かけします、よくストリートそうなんですよ、はい、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。この場所ってどういった場所なんですか？よくぞ聞いていただきました、ありがとうございます。3月の19日に、うん、まあ、今出てるんですけれども、あのエアマックスが発売するんですね、新しい。これ全部新しいんですか？そうです、新作のモデルなんですけれども、そのコンセプトがコンビニなんですよ。お、ぽい、はい、なんでやねん。コンビニのあれに似てますもんね。そうなんです。24時間はあのコロナなんでちょっと言えないんですけど15日の月曜日から、はい、オープンさせていただくということで、こちらに出てると思うんですけれども、気になってました。あの全てそのコンビニに、まあ、フォーカスしたというか、インスパイアを受けていると。全然、ね、あ、そうですね、皆さん分かりますか？あ、マージさんどうぞ。コーラ。あ、ちょっと違います、ね、これ雑誌でしょ。でも、あ、正解です。そうです、95はマガジンだよね。そうですね、雑誌を、モチーフにしているモデルになってます。これってちなみにホットスナックのやつですか？あ、正解です。おー、来た。そうですホットスナックですよ。あのこちらレジ横にある、はい、チキンだったりとかを入れる紙袋って言えばいいんですか、うん、はい、はをイメージしていると。ここにオープンって書いてるんですよ。あらあら、あの横から開けるところとかね。これ本当に破けれるんですよ。いきますよ、お願いします。
いやー、来てる来てる、いや本当に歩いてる。はい、こういう風にナイキと、かわいい、こういうような感じですね。はい、これなんかおにぎりっぽい。さすがですね、引っ張る。そうです、そうです、似てます。そうです、すげー。え、これなんとおにぎりをイメージしていると。こちらの97というモデル、こちら銀色のモデルに関しては、はい、うん、まあ、こうギュッと飲めるようなゼリーですね、飲めるゼリーというのが。でここの、ポップアップショップが、うん、もう原宿の、まあ、プロペラ通り、うん、いわゆるその原宿のど真ん中にあるような、うん、お店なんですけれども、うん、皆さん多分原宿といえばちょっといろいろな思い出だったりとかあると思う、うん、どういうイメージを持たれてるのかなと。原宿あんまり来ないんですよ。あ、そうなんですね。来ない。私古着を買いに行くことが多くて、で、はいはい、自分の好きなコレクション、それこそ T シャツだったりとかを探しに行くとすると、私中央線が結構好きで、はいはいはい、で吉祥寺、高円寺、中野あたりも結構好きなんですね、街としては。いいですね。阿佐ヶ谷とかに行くことが多いんですけど、最近若い子って多分なんですけど、うん、おしゃれカフェみたいな、それこそ代々木上原とか、上原とか、なるほど、八幡とか、うんうんうん、あの奥渋の方とかなんじゃないですかね。あ、そうなんですね、うん、ブルールームさんは、うん、ちなみに、え、でも1年前までね、俺らも原宿でお店をやっていて。ああ、そうなんだ。ちょっと素朴な疑問なんですけど、まあ、お若いじゃないですか、はい、お若い中でその裏原にがなんで好きなのか、裏原のカルチャーというか、うん、僕が、まあ、もうあの昔の雑誌が大好きで、もうしょっちゅう神保町行ったりとか、あの学生時代も図書館でひたすら昔の雑誌を読んで、はい、やっぱそこでやっぱり原宿ってワードはたくさん出てきますし、いろんな方、今でも第一線で活躍される方、若い頃だったり昔やられてブランドだったりが出てきて、そこの文脈をたどったりとかするのがもう楽しくなっちゃって、ただ同世代とやっぱそういう話がなかなかできず、ちょっと難しいかもしれないですよね。そうですね、まあ、同じ世代の、いや知らないし裏腹とかみたいな子に、なんか雑誌広げながら、いやこういう時代があって日本にもめちゃめちゃかっこいい人たちがいたんだぜっていうのを伝えたくって。かっこいいですね。すごい、すごい、芯がしっかりしてる。いやいやいや、ちょっと黙って聞いてましたもんね。あの原宿の、原宿のあの、まあ、イメージというか、ね、結構やっぱでもキュンって感じです。その一言で尽きるという一言で大好き大好き。なるほど。キュンっていう昔あったファッションストリートマガジンあるんですけど、あれにもう出たすぎて毎日ローソンの前でこう待ち合わせ風をするっていう、はい、声かけられ待ちみたいな、声かけられ。でもずっと18ぐらいからバーってずっと原宿行って、でも全然声かけられなくて、うん、でしょげて3年ぐらい空いて、興味そんなふわっとそんなになくなった時に撮られたんですね。ああ、なんかその自分のスタイルが出た時に撮られるんだっていう、なんか撮られに行って俺派手な格好してたから撮ってくれよ。なるほどなるほど。あ、だからなんか自然な自分オリジナルを出した時がなんかそういうスナップとか出るのかな。あ、そういう思い出がある。はい、あ、もうスナップス原宿は原宿がスナップ原宿にあるスニーカーってなんか他と違うのかなっていうの。あ、スニーカーの歴史を語ると絶対に出てくる95年っていうのが出てくるんですけど、はい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 、時代で言えば浜田雅俊さんだったりとか、はい、木村拓哉さんだったりとか、広末涼子さんとか、うん、まあ、そういったのでもうボカーンとこのモデルがもう爆発的にヒットしたっていうような感じになりましたんで、まあ、うちの社長も言ってたりするんですけど、うんうん、まあ、なんですか、スニーカーのカルチャーっていうところで言うと、うん、まあ、確実に95年以降は日本が作ったであろうとも言ってるんですよね。とはいえ僕もあの Air Max とか、まあ、スニーカーを集め出した歴が結構浅くてですね、うん、当時のことを正直知らない、うんうん、だからせっかくなんでそのブルールームさんに来ていただいてるんで、まあ、その当時の、まあ、どういった時代背景があったりとか、はいはいはい、まあ、ブランドだったりとかっていうところをちょっと聞きたいなと思うんですけど、うん、どの雑誌もやっぱスニーカーへのなんだろう熱量がすごくて、今の雑誌だったりと比べるとすごいこのエアバッグのディティールがとか、微妙にここチェンジしてるとか、ここはフットロッカー限定みたいな、そういうすごい、特に日本ってそのスニーカーに対しての細かさ、ディティールだったり、多分まあ同じその時代、多分ヴィンテージのリーバイスだったりもうすごく多分あの価値が上がって、ビッグイがどうとかっていう、うん、でそういうその微妙なディティールの違いでその
価値を見出すみたいなところもすごい多分日本人らしさというか、間違いない、はいはいはい、もうエアマックスだったりが新作が出るたびにもう雑誌がもううわーみたいな、それをもう自慢のヴィンテージジーンズに合わせて最新のエアマックスで、で上はもうグッドイナフとかレシングとかみたいな格好の人はたくさんいらっしゃいますし、今でも結構通じるスタイルっていうのはすごい見かける印象ですよね。有原さんも T シャツ好きで集めてると思うんですけど、めちゃ好きで、きっかけというかその集めるのがきっかけが、父がくれた T シャツがたまたま珍しい T シャツだったんです。自分で集めるようになって、もう多分同じだと思うんですけど、自己満なんですよね、コレクションさん。まあそうですね。でも自己満で収まらなくて、私は、でこれをちょっと知らせたいってなって、自分で自費出版で、その時は90年代の T シャツが一番好きなので、90年代の T シャツにフォーカスした自分のコレクションの本を作ったり、それを見せたいがために展示をしたりもしました。僕ちょっと最初知らない体で話してたんですけど、はい、実は僕知ってて、あらららら、隠れファンじゃないですか。いや、そうなんですよ。私が90年代の T シャツを好きになったのは、やっぱり80年代とは違って、80年代の T シャツってやっぱ生地がね、つけやすいって、テロテロもそれもいいんですけど、でも90年代になってからいきなりがっしりしだして、それが私の中ではハマって、ちょっとマニアックな、質問なんですけど、好きな T シャツのボディとかって、はい、もう私はお兄さん、おー、素晴らしい。俺らもお兄太大好き。あ、そうなんですか。僕なんなら今実は下にお兄太来てます。マジっすか。最高ですね。お兄太が一番あの時代の空気感ビンビンに感じるんで、好きですね。何か集めてらっしゃるものとかあったりするんですか。サングラスです。まあそうか、そうっすね。どこで買ったのみたいなやつしてますもんね。ちなみにどのぐらいお持ちなんですか。100個ぐらい。全部そのパンチ効いてるんですか。大体パンチ効いてる。もう瞬間的にかけて、あ、いいじゃんと思ったら買うみたいな。有原さん、はい、これさっき、ね、あ、さっきさっきゲットしました。やばいいな、ね、一緒に。あ、そうだったんですか。そう、お買い物行って、そうなんだ。ピカピカの。なるほどなるほど。なんか選んだ理由みたいなのあったりするんですか。もう履きたいってなりました、これ。あ、一目惚れ的な。かわいい。履き心地むっちゃいいです。むっちゃいい。まあ、そうですね。エアマックスなんですか。これエアマックスなんですよ。でエアマックスの95っていう、まあそれこそこのモデルなんですけど、これがめちゃくちゃアップデートされて、まあ去年の終わりから、まあ今年、まあ今にかけてちょっとずつこう展開されているモデルで、マージーさんも、マージーはですね、はい、こちらやっぱりこう、マージー似合いすぎて、そうなんですよ。ピンクのエアマックスってやばいくないですか。あ、まあ、なんか確かに。しかもなんかショッキングの方だったらあれけど、これちょっとパステルっぽい、うん、そうですね。なんかストロベリーのあれも書いてて、単に、はいはいはい、そうです。これ新しいんですか。去年発売されたモデルで、はい、ストロベリーの他にも、レモンとライムのカラーで展開されて、ね、ブルールームさんも、まあ、あららららエアマックス履かれてるということで、これがそうですね、キャブエンプとあの CE のコラボモデルで、もう僕がもうその CE をやられてるスケシンさんがもう好きで好きで、間違いない、そうですね、もう愛が溢れちゃって、CE さんがデザインするとこうなんだっていう、なんかこれじゃオリジナルになる、なんかわかります。こんなソールまで乗せちゃうってやばいなと思って、そうなんですよ。古着、はい、僕よく着るんで、やっぱり、はいはい、なんで足元は結構スタイリッシュにした方がいいかな。なるほど。あとやっぱリフレクターの出方が好きですかね。そうですね。ちょっと一個見せたいものがございまして。これ何？ちょっといいですか。急に何？ゲタマックスで。ゲタマックス。何それ？何これ。これがですね、これ僕が高校生の時にデッドストックでこの96を手に入れまして、もうでずっと履くタイミング伺っていて、でそれこそちょうど6年前のエアマックスデーの日に下ろそうと思って、この日しかないと思って開封してこれ履いたんですよ。で玄関出た瞬間にソールが
もうバーン行きまして、うわー、まあ、エアマックスの、そうですね、悲しい結末ですよね。僕が専門学校でもう靴のデザインを学んでいて、そうなんですか。本当、ラストからパターンを引いたりみたいな、実はそういう勉強をしていまして、でその延長でなんか、まあ、授業でなんかその下駄の刃を渡されて、うん、これでなんか下駄を作ってくださいっていう授業がありまして、うん、でその時にあもうこれしかないと思って、ここでひらめいたんですか。もうそこでもうすぐに、すごいすごい、家にあったもう壊れた AirMax96 を引っ張り出して、もうそれバンバンってもう全部砕いて、さらにもうさら地にして、で刃をつけて、で元々のついたソール自体は生きてるんで、それをもう包丁切って刃につけて、すごい。そうなんです、びっくりしたのがアウトソールもこれ96ですよね。そうですね、そうですよね、全部96で、96、95とかいろいろあるんですけど、まあそうですね、はい。定番ってやっぱどれなんですか。あ、こちらなんですよね。あ、これ、こちら、はい、ここ事件さんゾーンだったゾーンみたいな感じで事件ゾーン、はい。エアマックスっていう名前で言えばめちゃくちゃ種類あるんですよ、ね、そうですね。だからエアフォース1って言ったらあのモデルじゃないですか、うん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 、これはエアマックス1、ワン、ワンっていうモデルなんです、はいはいはい、一番最初出たんです。そうです、なのでワンって言われてます、はい、で、87年に登場しておりまして、まあその87年当時といえばもうそのビジブルエアっていう、こう、いわゆるこういう見えるエア、エアが可視化されるっていう、はいはいはい、で、こちらがエアマックス90って言われるんですけれども、はい、はい、大きく見えるんですよね、87年の時のエアのボリュームが。そうなんですよ。95は、まあ、先ほど説明したのでちょっと割愛しますけれども、うん、97、それかっこいいですね。これはエアマックス97で、これがですね、日本でいいのかな、まあ、新幹線をモチーフにされてスピード感というか流動的なこういう曲線とかっていうのも、これが1個の、このモデルにさまざまなエアマックスが集約したモデルということで展開して、もうすごい人気で、僕もこれ結構やっぱコレクターとしてはこれはもうそれこそ語り継がれる一足になるんじゃないかなっていうような一足になってますね。だからもう本当にこう1987年から2021年まで歴史がもう皆さんに愛されるようなモデルなんじゃないかなと思いますね。本当に愛が伝わってきてますね、かなり。ね、結構来てますね。まあ偶然にも90、95、97、今回のこのコンビニのコレクションとに落とし込まれているモデルでもありますので。有原さん、どうでしたか。もうあれですね、もう頭の中パンパンになるぐらい勉強してるからね、もうね、こうやって持ってきていただいて、はい、紹介していただいて、自分も履いてみちゃったりして、うんうん、買っちゃったりしてね、うん、すごい楽しいし、学べたし、うん、なんかちょっと外でエアマックスについて語っちゃうかもしれない。あら、ここで得た知識を。嬉しい。ブルームさんも僕ちょっと初めましてだったんですけれども、どうでしたか、こういうような動画で。すごい愛が伝わってきたんで、僕もいっぱいエアマックス履きたいなと思いましたし、うん、もう予約して行きましょう、遊びに行きたいなって思いました。ぜひお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。服も靴もカルチャーもなんか全部すごい引き継がれてる感じが伝わったんで、なるほど、なおさら見る目も変わりますし。あ、なるほど。マジさん、ジーケンさんの圧がすごかったですね。そうですよね。嘘です、嘘です。ごめんなさい、すいませんでした。ラブが、はい、ラブがキンデーキンデーって言って、はい、マジちゃん教えてくれてすごい良かったです。ちょっと T シャツの話ももちろんそうですし、うん、まあ90年代の話、マジさんもお久しぶりですごい嬉しかったっていうのもありますし、こういう感じですね、はい、お久しぶりですって言いながらはい、っていうのもあって、まあ個人的にはすごく貴重な体験、楽しかったなと思いましたんで、ありがとうございました。本当にありがとうございました。